こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では6月から7月梅雨の時期に活躍するですね、3つのアイテムをご紹介したいと思っています。今動画を撮影しているのは5月の後半なんですが、まだ現時点では梅雨入りをしていないんですね。ただ最近はですね、雨降りの日ですとか曇りの日が続いていまして、そろそろですね、梅雨というものを意識するようになりました。最近はですね、5月が暖かいというよりは結構暑いじゃないですか。もう30度を超える日もあったりするので、もう5月に半袖短パンデビューを僕はしてしまうんですね。でも6月7月になると梅雨に入りますので、一旦ですね、気温が落ち着くわけですよ。そうなると5月との差で結構肌寒く感じたりすることが多いのかなと思っています。現に今日はですね、気温がだいたい15度ぐらいなので結構肌寒いなというふうに感じています。この梅雨時期どんなものを着ればいいのか迷っている方も多いかなと思いますので、今回の動画では僕が梅雨時期に活用している3つのアイテムをご紹介したいなと思っています。そして最後にはですね、具体的に僕がどのような着こなしをしているのか実例も交えてお届けしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで早速1つ目のアイテムからご紹介をしてみたいと思います。はい、1着目はこちらになりますね。ナイロンジャケットになります。まあ、僕の動画の中でもですね、何度か出てきていますので、ご存知の方も多いかなと思うんですが、この梅雨時期にですね、ナイロンジャケットはめちゃくちゃ活躍してくれるアイテムかなと思っています。そもそもこういったアイテムというのは風を防いでくれたり、小雨程度であれば全然弾いてくれるので、まさにこの梅雨時期にぴったりのアイテムかなと思っています。まあ、ナイロンジャケットにもいろんな種類があって、結構軽量でサクッと着れるものから本格派のものまであるんですが、僕が愛用しているのはかなりライトな仕上がりのものになっています。まあ、商品名はですね、アークテリクスのスコーミッシュフーディというものになりますね。こちらを去年購入しまして、結構使い倒しましたね。昨年買った中で一番使ったのがこのアイテムかなと思うぐらいかなり気に入ってるアイテムですね。梅雨時期であれば T シャツの上にこのナイロンジャケットを着てしまえば、もうそれだけで着こなしが完成してしまうので、すごく便利なアイテムかなと思っています。このアークテリクスのナイロンジャケットに関しては、まあ、とにかく軽量で軽いんですよね。着ていて全くストレスがないんですよ。また自然なストレッチも効いているので、その点も楽でいいなと思う点です。で、あまり僕は使わないんですけど、ここに胸ポケットがありまして、この部分にですね、収納することもできるんですね。かなり小さくまとめて持ち歩くこともできるので、午前中雨が降っていたけど午後から晴れたなんて時にはこれを脱いで小さくまとめてバッグにポイッと収納することもできたりするかなと思います。こういったナイロンジャケットはですね、めちゃくちゃ便利なので、全男性にですね、おすすめしたいアイテムかなと思っています。僕はアークテリクスのものを愛用していますが、他にはノースフェイスですとか、ユニクロで言ったらブロックテックパーですね、これが非常に便利なアイテムかなと思いますので、梅雨時期には雨風が軽く防げるようなアイテムを持っておくと良いかなと思っています。もちろん梅雨時期だけではなくて、春だとか秋に関してはワンマイルウェア的に結構サクッと着ることも多いですし、一着あるとね、結構活用機会が多いかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目をご紹介したいなと思うんですが、先ほどのナイロンジャケットというのは梅雨の中でもですね、少し肌寒く感じる時に僕は愛用するようにしてるんですね。梅雨時期でも結構ムシムシとして気温が上がる日ってありますよね。そんな時にはですね、やっぱりナイロンジャケットでは暑すぎるので、そんな時に僕が活用しているのは今着ているですね、カーディガンというアイテムになりますね。このカーディガンというアイテムはめちゃくちゃ便利で、春ですとか秋ですとか T シャツ1枚だとちょっと肌寒い時に気軽に羽織れるというところが最大のメリットかなと思っています。まあ、暑くなったら脱げばいいし、寒かったら着ればいいというところで、結構着たり脱いだりが気軽にしやすいという点ですごく便利なアイテムかなと思っています。まあ、カーディガンといっても結構さまざまな厚みのものがあるんですが、僕はですね、結構薄手のものを活用するようにしています。厚手のものだとですね、結構かさばるので、ちょっと暑くなってきたなと思う時に折りたたんでバッグに入れるのがなかなか難しかったりするので、なるべくですね、コンパクトになるような薄手のものを用意しておくと便利かなと思っています。今僕が着ているのはもう3年ぐらい着ていますユナイテッドアローズのオリジナルのものになります。当時はですね、そこまでビッグシュレット全盛ではなかったので、こちらのカーディガンは割とオーソドックスなサイズ感になっています。ですので今季はですね、ちょっと大きめのものを買いたいなと思ったりしたんですが、なかなかですね、これに代わるいいものが見つからなくて
ってですね、今も引き続きこちらを愛用しています。今旬なのは確かにビッグシルエットなんですけど、タイトなサイズ感ですとかジャストサイズというのは決して古臭いというものではないかなと思っています。これはまああくまで定番的なものなんですね。で、最近結構面白いなと思うのが雑誌のウォモというものがあるんですが、こちらの雑誌は結構トレンド性の高い提案をしているんですが、もう結構前からですねビッグシルエットというものを推していて、最近ではですね一周回ってジャストサイズみたいなものをおすすめすることが少しずつ増えてきてるんですね。タイトなシルエットが流行って、それがだんだん定着したら今度はビッグシルエットに行って、そこがだんだん増えてきたら今度はその中間のジャストサイズというところが注目されるという形で、まあ流行って循環していくわけですね。それを考えるとタイトすぎずビッグすぎない、まあ定番的なサイズ感というのは使い勝手がいいのかなと思っています。ですのでこのカーディガンあと 1,2 年は使えるかなというふうに思っていますが、ぜひ皆さんもですね体に合ったカーディガンというものを購入していただきたいなと思っています。どんなお店で購入すればいいのかというと、もちろんですねユニクロのカーディガンもよくできてるかなと思っています。まあ、サイズ感に関してはジャストサイズを選んでもらうか、もしくはちょっとワンサイズ上げてややゆったり感を出すのも悪くないかなと思っています。もしくは少し奮発してグリーンレーベルですとかエディフィスですとか、僕が着ているユナイテッドアローズのようなセレクトショップのオリジナルのものでも十分かなと思っています。上を行ったらキリがなくて、例えばジョンスメドレーだとか、あとはクルチアーニと呼ばれるようなニット専業ブランドのものもいいかなと思うんですが、さすがに3万円以上超えてくるのでなかなか手が出にくいかなと思いますので、僕は中間的なセレクトショップのオリジナルで十分なのかなと思っています。結構カーディガンは春とか秋に活躍するアイテムなので、まだ持ってない方はぜひ取り入れていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、雨の日はどんな靴を履いてますかという形で聞かれることがたまにあるんですね。結構ですね雨の日用のシューズというのを用意している方っていらっしゃるんですね。確かにですね雨の日にお気に入りの靴はあまり履きたくないという方もいらっしゃるのかなと思います。じゃあ僕自身はどうなのかというと、雨の日用のシューズというものはないです。なるべく少ない靴の数で回したいなと思うので、いつも履いてる靴をですね雨の日でも履くんですね。でも雨に濡れてしまうのは不快ですし、汚れてしまうのもちょっと残念なので、ちょっとした工夫を取り入れるようにしています。こういった梅雨時期にまさにマストアイテムだと思うんですが、今日持ってきたのはこちらですね。まあ、防水スプレーですね。最近僕が愛用しているのはジェイソンマークというブランドのものになります。雨の日には必ずですねこちらを靴ですとか、あとバッグにもかけるようにして、なるべく水を弾いてくれるような環境を整えるようにしています。防水スプレーって今までいろんなものを試してみたんですが、結構独特な匂いがあるのが好きじゃないんですね。ですので室内で使うのはなかなか難しくて、外に出てからですね防水スプレーをかけることが多かったんですが、こちらのジェイソンマークに関しては割と匂いが少ないんですね。そして結構細かい霧になっていて、まんべんなくですねカバーすることができるという点でもすごく優れてるアイテムなのかなと思っています。雨の日だからといってテンションの上がらない靴を履くよりは、自分がいつも履いているお気に入りの靴に防水スプレーをかけながら履いていただくというのが僕の中では一番いいのかなと思っています。ただお気に入りの白レザースニーカーはやっぱり雨の日にはですね汚れが目立ちやすいかなと思うので、ブラックですとかネイビー系のスニーカーを履くようにしています。こういった防水スプレーがあると梅雨時だけではなくて靴ですとかバッグの汚れからも守ることができたりするので、ぜひですね皆さんも取り揃えていただきたいなと思っています。まあ、今回ご紹介したナイロンジャケットですとかこちらの防水スプレーに関しては下の説明欄にですねおすすめのものを載せておきますので、よかったらご覧になっていただきたいなと思っています。はい、続いてはですね僕の梅雨時期のですね具体的なコーディネートを一つご紹介をしてみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。こちらはですね僕が梅雨時期によくやるコーディネートの一つなんですね。内側には半袖の T シャツを着てるんですが、その上にですね先ほどご紹介したアークテリクスのナイロンジャケットを着ています。ボトムスに関してはですね上半身がですね割とカジュアルな見た目になるので、ちょっとボトムスはきれいめな要素を取り入れたいなということで、ミディアムグレーのちょっとスラックスっぽく見えるようなアイテムを履いています。こちらはユナイテッド東京というブランドのもので、ストレッチもすごく効いていて履き心地がいいのと、結構素材がこれ面白くてですね夏にも冬にも履けるようなものになっているんですね。春夏に履くと少し涼しく感じられますし、冬に履くとちょっとですね暖かい感じがするんですね。こちらは宇宙服にも使われるような結構特殊な素材になっていまして、僕はですねこのパンツめちゃくちゃ気に入って活用しています。スラックスっぽく見えるんですが履き心地はめちゃくちゃいいという点で、梅雨時期にもですね活躍してくれるアイテムなのかなと思っています。そして靴に関してはスニーカーですね。ちょっと今日はですね失敗してメッシュ状のものを持ってきてしまったので、
、これだとですね雨は染みてしまうかなと思うんですが、普段はブラックのレザースニーカーなんかを履くことが多いですね。こういったものに防水スプレーをかけてあげるとちゃんと水を弾いてくれるので、通じ気にでもですね活用しやすいのかなと思っています。全身で見ると少しスポーティーな着こなしになるんですが、パンツが少しきれいめなので大人っぽい要素というのを少し感じられるようにしています。あとは色合いですね。僕は全身をモノトーンでまとめるようにして、ここでも大人っぽさですとかちょっとシャープな雰囲気を出すようにしています。アウターと靴は黒、そしてボトムスはグレーで、靴下はですね白を使って少し明るさを取り入れているんですが、このようにモノトーンでまとめてもらうと非常にバランスがいいかなと思いますので、ぜひですね梅雨時期にはこのような着こなしも参考にしていただければなと思っています。ということで今回の動画では梅雨時期にですね活躍する3つのアイテムと1つの具体的なコーディネートをご紹介させていただきました。改めてですねナイロンジャケットってめちゃくちゃ便利だなと思っています。ナイロンジャケットは着こなしの主役になるようなアイテムなので、ユニクロのブロックテックパーカーもいいかなと思うんですが、着ていてですね気分が上がるようなものを1着でもいいので持っておくといいかなと思っています。万人受けしやすいのはノースフェイス。ちょっとですねファッションが好きな方とかおしゃれに敏感な方であればアークテリクスなんかを選んでみるのもいいかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。